小戸公園に来ています。阿佐ヶ谷ヤングラガーズというラグビーチームを取材させてもらいました。阿佐ヶ谷ヤングラガーズは1970年福岡市中央区阿佐ヶ谷小学校に集まった17人からスタートしたそうです。50年の歴史を持つ現在では240名が在籍しているそうです。お、かっこいいね。うん、おい、タックルしたら痛いよ。おい、タックルしたいと、おい、先生タックルするぞ。なんで間違い。よし、ものすごく上手になったから、次は右足って分かる？右足、それ左だ。右足をちょっと前に出す。右足をそれ左足。この日は大会のため6年生と中学生は不在でしたが、大勢の子どもたちが練習していました。2年ごとにニュージーランドとの交流もやってあるそうですよ。皆さんこんにちは。こんにちは。阿佐ヶ谷ヤングラガーズの、こんにちは、はい、3年生のみんなです。はい、はい、3年生は全部で何人いますか？40人。はい、たくさんですね。たくさんいますね。え、みんな全員試合には出られるんですか？出られないと思います。やめろ。はい、じゃあね、ラグビーをやってて楽しいことは何ですか？タックル。タックル。トライが決まったとき。タックルが決まったとき。じゃあ、トライが決まったとき。楽しくないのは？楽しくないときありますか？はい、はい、どうぞ。罰ゲーム？はい、調子が出ないとき。調子が出ないときね。回収の時？回収の時？回収しちゃいますよ。はい、皆さんは何年生ですか？4年生。4年生なんですね。4年生は全部で何人おられるのかな？27。どんどん迫ってくる。見学や入部のお問い合わせなどは、阿佐ヶ谷ヤングラガーズのホームページをご覧ください。